ということで2日目でございます。ちょっともうねだいぶ太陽が落ちかかっている時間ではあるんですけれども、ただいまの時刻15時33分です。はい、午前中に戦績の集まりがあって、で今からですねちょっと自由時間ということで、とりあえず原爆ドームに来ました。原爆ドーム近くにあるなんか折り鶴落とせるところがあるんですけど、そこに今から向かいたいと思います。一言合流します。展望台来たんですけど、後ろがもっと市民球場があった場所です。怖っ、下やばい、はぁ、クソ高いねこれ。だいぶ高い、え、マジ、うわぁ、ダメだ、下見たら、いくよ、せーの、おぉすごい、バイバイ、すごい、くるくるくるってしていってった。ということで平和の願いを込めて折り鶴を落としてきました。私たちも落とされに行きました。滑り台で滑りました。これからいいとことショッピング行ってきます。全然アイス感ない。
怖いんだけど。ありがとうございます。おえおえぐい、やばい、高速投げ。はい、ありがとうございます。いや、これいい、いいよいいよいいよ。うわいやいやいや、じゃあ、うまっ。あれ、リプレイ、リプレイされた。モンブランみたいになってるね。モンブラン。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということでお家に帰ってきたのやのんと、そのものです。ホテルです。家じゃないです。ということで、本日2日目ですね。広島の方観光したりとか、親戚でね集まったりとかした一日だったんですけど、広島ね来るのはいいんだけど、大きなさ観光スポットが2つあるじゃない、原爆ドームと宮島、それ以外が特に何もないんだよっていうのをいとこにも散々言われながら、ラウンド1に行ってダーツをいたしました。本日、はい、まあでもこういう機会じゃないと私たちはダーツしませんし、ラウンド1でも行きませんので。ラウンド1行かないね。うん、マジ行かない。いい経験だったということで、大体なんかボーリングかってなって、ボーリングやろうと思ったんだけど20分くらい待つってなって、ボーリング、スケート、ダーツの3択ですね。そう、スケートはいつも行ってるアウトレットで、夜は広島名物お好み焼きを食べました、うん、焼きそばのね、焼きそばのタイプの。それで今日の親戚の集まりは人生初めてのお弁当では食べるとこだったんですけども、武蔵のコース料理。そう、なんかやばいよね、武蔵のコース料理ってさ。なんかうちらはさ、いつもさ、これ新幹線で来た時に大体パパがさ広島出身じゃん、うん、だから武蔵のマジうまいけっつって大体買って帰るんですよ、うん、だからお弁当のイメージしかなかったの。私駅弁しかないと思ったのにさ、うん、本店に行ったのよ。そう、まず店舗にあることに驚いたよね。武蔵が店舗であるぞって。でも何がおもろいってさ、武蔵って多分さ、私のイメージの中でだよ、うん、おにぎりが有名なわけじゃん。そうだよ、おにぎりさ最初に出てくるんだからってすごいワクワクしてたのね。おにぎりがコースで出てくるんじゃないかってぐらい、 そのおにぎりの印象が強すぎて、おにぎり以外は多分出てこないものだと思ったら、おにぎり以外もたくさん出てきました。なんならおにぎり最後のこれだけね。そう、ラストおにぎりで1個だけだったんだけど、でびっくりしたのがさ、そう言ってね、すごいお腹いっぱいだったんですよ。コース料理ってあんまり食べることないしさ、結構な量来るわけじゃないですか。前菜もめっちゃ美味しかったんだけどね、魚がいっぱい出てきて。でも結構ご飯来た瞬間に、まあ、お腹いっぱいじゃないみたいな話を取りできたのよ。みんなで話してたのね。で、まあ、一口だけ食べてみるかみたいな感じで食べたらめちゃくちゃ美味しすぎて、そう、なんかおにぎりだから最悪食べれなかったらお持ち帰りしたいですっていうことを言おうと思ったのね。まあちょっとね、一口食べとこうと思って一口食べたら、うん、まるっといっちゃいました。ね、超美味しかった。びっくり、さすが武蔵。してます、さすが武蔵。やっぱおにぎりがレベチです、うん、ということで2日間ですね、濃密な時間を過ごしたんですけれども、はい、その中でも一番印象に残ったことって何ですか？じゃあまず1日目の印象に残ったことを喋らせていただきますね。1日目はですね、香川の直島にいた時の、タレルに行った時にね、暗い場所だったので、暗い場所で本当に壁を伝っていって、目が慣れてくるまで座れよみたいなところがあって、密閉空間に真っ暗な部屋に閉じ込められるっていう作品があって、そうで、それに行こうってなって、まあ行こうっていうか、まあそのツアーみたいなの待ってたから、そ行ったの ね、うん、で、のんちゃんがね、私無理、これじゃ無理ですって言って、あの店員さんが普通にこう懐中電灯くじゃってやってやってから、だいぶ申し訳ないことしたんですけど、あの私閉所恐怖症で、本当に行ってみてほしい。閉所恐怖症の人がいたら、あ、ごめんごめん、無理無理無理、ごめんごめん、ちょっと大失大失大失ってなって、
でもその後、うん、その座るのが嫌だったの、その空間で。だから外に出てよし行けると思って、空気が吸えるとこから中見て、うん、で、おっ行ける行ける行けるって思って、そこで5分ね目を開けた状態で、あれ5分間だったんだ、なんかと思ってたんだよ、待って、でそこからその目が暗い部屋に慣れて作品が見えてくるっていう鑑賞スポットだったんだけれども、私も座らないで遠くの息吸えるところから見て、私も5分間したら目が慣れて中に入ってって、うん、おーすごーいって言って帰ってくっていう、だから5分耐えられないただの多動症が出たってだけのやつです。じゃあ2日目聞いていいですか。あのちょっと2日目今後ろに父上がいるんですけど、あの怒らないで聞いてあげてください。お願いします。2日目はピアスを開けました。お父さんどう思う、どこだと思 う, どこだと思う、こちらちょっと待って、お父さんもっとさやめなさいっていう一言をさ入って広島弁で突っ込んだけど待っていい、人生初の、軟骨でございます。ずっとね軟骨開けたい開けたいと思ってて、もうロブはいいの5個もついてるし3つもついてるしみたいな。これ多分お母さんに言ったら、まあでもまあママは別にいいと思うよ。すごいですねうちの鍵私は見てください、この身超綺麗、何も開いておりません。今ねここね全部透明ピアスを刺してるんですけど、ここの軟骨とここだけついてます。なんで9個になりました。これあえて編集でね差し込まなかったんですけど、見ていただきます。パルコの目の前で開けるほのぼの、どうぞ。どこに開けるんですか。軟骨、はい、開けたんですさあいいところに開けていただくということで楽しみでございます。一回さ、なんかさ、なんか書いた方がいいやろ絶対。そうなんや、いや俺ペン出てあるって言って合わない。いやおもろそんな適当でいいもうちょっと願っていかにゃ内側すぎじゃろ内側すぎじゃろ、マジなセンスが、え、やば、じゃあ人にやってもらう分にはだってさ、もうさタイミングなんて人に任せないといけない。絶対いるのだったら無理だけどさ今までさ人にあげてもらってなくない。しないよ。痛い。いやマジ痛いよ。痛い。そうよ。え、ね、外で開けるもんだろうかな。え、じゃあ電気に触れてたの。軟骨はこれさ人身でやればいいのに。それなんかギャーとか言えんよここだったら。だってさ家だったら言える。怖いよ。怖っ。やめた方がいい。ここじゃないって。ねえここじゃないって。見えんねこれ。え、見ちゃダメ。見たら怖くない。見えんじゃろ。いや、テレビってのがね、難しい。若干ちょっと待って、頑張ってたよ。痛い。あ、でも、ちょっと待って。うーわ。ダンジュリ。ダンジュリ。めっちゃ懐かしい。痛いそれ。あ、オッケー。もういいよ、これで。うわー。え、後ろでも刺さったの？刺さった。後ろ見せて。後ろ見せて。うわ、えぐい。すごっ。えぐ。ほんちゃんすごいね。かわいいのはわかるんだけどすごいね。はい、見ていただきました。いや、やばいね。私軟骨は絶対に自分で開けられないと思って、病院で開けなさいって言われてたから病院行くかと思ってたのね。それこそインダストリアルとかはさ曲がるのが嫌だから、もうお金出すから病院行けみたいな感じだったから、まあ、そこはね出してもらおうかなみたいな思ってるんですけど、あの軟骨はね嫌だったから開けてって言って開けてもらったんだけど、やっぱこれね人に開けてもらう方が絶対いいよ。そのいとこは軟骨開いてて、しかも最近開けたばっかりっていうね。まあでもねびっくりですお姉ちゃん。でしかも何がびっくりって、私たち今日セカストとかもあったんですよ、うん、でセカスト見に行こうと思ったらほのちゃんといとこで、うん、ちょっとドンキ行ってきていいって言って、うん、何買いに行くんだろうって2人でそわそわしてたの。いとこ2人いるんだけどさ、今あの見ていただいたと思うんですけど、うん、女の子のとこだったしで、セガストぐるぐる向けて帰ってきたと思って、何買ったんだろうと思いながら、まあでも話さず、うん、でパルコの前に着いた瞬間、よし開けるか。私とそのいとこは女の子いとこは耳開いてなくって、じゃあ女の子いとこは開けたいんだってずっと、うん、まあちょっと学校の関係で開けられないんだけどって話をしてて、でも人が開けるとこはちょっと見慣れないって言って二人で目つぶりながらこうやって動画撮ってました、うん、ということで広島で開ける、まあ、大記念です。まあなんかさ東京だとさ一人しかいないしさ、のんちゃんも絶対開けないだろうしさ、開けてくれないだろうしさ。全然開けますけど。え、全然開けますけど。開けてくれんの。ガンってやりますよ。
絶対無理だからさ、ここやっぱガッツのある人にねやってもらおうと思って。あと力ないと無理だから、軟骨ってロブよりもさやっぱ骨なのかな、わかんないけど、はい、こちらがですねピアサーの後方でございます。ということで、マホロも新しくまた開けてしまったということでですね、ここで、ですね、そうですね、でも未だにですねジンジンします。はい、はい、まあちょっとこれあの男の子いとこからも言われてるんですけども、こうめちゃくちゃ痛いぞと、痛いっていうかジンジンするよって言われてて、未だにジンジンしてるんですけど、明日には多分治ってくると思います。はい、ということでまさかのホロモの広島に来てピアスを開けるのマッキーでございます、はい、やっぱ記念にね、記念ということで、うん、まあ、ちなみに14ゲージです。はい、でかいやつです。で、ふっといのだから安定しやすいと思う。ちなみになんですけど、明日からですね、私たちはですね、京都と大阪に参りますので、はい、まあ、また京都と大阪のね、最終日に、心のことも何ですかってことを聞くんですけども、これ以上、まだね、感想で、ピアス開けたことですって言わせないように。それはないと思うよ。ないですよね。絶対ない。さすがに。だって、4人じゃん。家族4人で行くからさ。そうだね。仲良かったらいいですよね。でも、そうだから、はい。じゃあ、楽しみにしててください。はい、ということで、今回の広島旅行楽しそうだねと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。大阪京都の動画も楽しみだよと思ったヒートもグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画番組をお会いしましょう。キャンバイバイちゃん。Love you from the first time you call me late. Love you from your whips and your weekend games.Always on my mind, always in my brain, yeah. With you, the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.